どうも、アキラです。今回は Nobody Knows さんの心躍るっていう神曲の解説をしたいと思います。僕は昭和世代なんですけども、この動画見てくれてる30代40代ぐらいの方は1回ぐらい耳にしたことあるんじゃないかなと思うんですが、ちなみにこの間ですね、 Nobody Knows さんファーストテイクにも出てらっしゃったので、もしかしたら10代20代の方も今知ってるかもしれないですね。で、この心躍るの一番最初ってアコギなんですけども、アコギのイントロの部分ですね、めちゃめちゃかっこいいので解説したいと思います。この動画撮っている僕は音楽歴20年以上のアコギの講師をしております。じゃあ早速内容の方参りましょう。デモ演奏したいと思います。はい、ここまでです。歌始まりのところは延長って感じですね。今のイントロ聞いてね、あ、かっこいいとか、そんな曲あるんやと思った方は、概要欄のところに Nobody Knows さんの心躍るのリンクも貼らせていただいているので、よかったらそちらもチェックしてみてください。この曲何がすごいかって言ったら、たった3コードぐらいでね、このかっこいいイントロを弾けちゃうっていうね、非常にお得な曲なので、コードの解説をしたいと思います。使ってるコードこの3つぐらいですね。 CDEm、途中にちょっと Em7th みたいな音も出てくるんですけど、なくてもいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ次ストロークの解説、右手の解説したいと思うんですけども、この曲調べたらテンポ113らしいです。ちょっとどんな感じかスマホで流してみたいと思います。これぐらいらしいですね。で、これに合わせて、今のデモ演奏を見ていただいてお分かりいただけたと思うんですけども、ストロークのパターン実は2パターン使ってます。ジャンジャンジャカジャカっていう、ジャンジャンジャカジャカですね。ちょっとコードなしで弾いてみるとっていうのと、もう一個は普通の8ビートで、ジャンジャジャンジャジャジャっていう2つのストロークパターンを組み合わせてます。YouTube で心躍るのオリジナルバージョンを聴いていただくと、なんとなくそんな感じになってるんじゃないかなと思うんですけども、一番最初は、ジャンジャンジャカジャカっていうののめっちゃ速いバージョンで弾いてて、で、あとは8ビートで弾いてるって感じですね。ちょっとゆっくりやってみますね。こんな感じになるんですけども、これを早く弾くと、っていう流れになります。で、一番最後のジャッジャッジャッっていうのは、Em でダウンストロークを3回弾きます。はい、じゃあ次にですね、心躍るのコツというか弾くポイントみたいなのを僕なりに考えたんですけども、一番最初の入りのストロークですかね、さっきちょっと解説し忘れてたんですけども、この心躍るの一番最初のストロークはダウンダウンで、ダウンアップダウンアップ、下下下上下上っていうのが一番最初のストロークパターンになりますですね。これを早くやるとっていう感じになるんですけども、その後に普通の8ビートの速いバージョンみたいなやつで、じゃんじゃじゃうかじゃかっていう、パターンなんですけども、これ前回ねアップさせていただいた福山雅治さんの桜坂の弾き方もそうですし、スピッツさんの空も飛べるはずとかね、いろんな曲で8ビートの解説をさせていただいているので、よかったら過去の動画も見てみてください。ポイント2つ目としては、コードチェンジのタイミングなんですけども、 1,2,3,4 の1と3のところでコードチェンジをしてますね。ちょっとゆっくりやってみますね。 1,2,3,4で、最後のところなんですけども、うんっていうね休符が入ります。最後のところやってみると、1,2,3,4 うんちゃちゃちゃっていう感じになります。で、これをめちゃめちゃ早くやるとっていう流れになります。
はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はですね、昭和世代なら一度は耳にしたことあるんじゃないかなって思う Nobody Knows さんの心躍るのイントロ部分の弾き方について僕なりに解説させていただきました。こんな感じで僕のチャンネルではアコギ初心者さんから中級者さんぐらいまでのレベルの方向けにこういった弾き方解説とか、あと弾いてみたとか、そういうのをね、動画をアップしておりますので、もしまだチャンネル登録をお済みでない方は、ぜひチャンネル登録と、あと今日の内容良かったなって思っていただければ、いいねもよろしくお願いいたします。概要欄のところにアコギ初心者の教科書っていう無料プレゼントをお渡ししているので、よかったらそちらもチェックしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。アコギ講師のアキラでした。